な、霊夢。ん？何かしら？この前レモン水について解説してくれただろ？ああ、レモン水を飲み続けた結果がやばい、の動画ね。それがどうしたの？そうなんだよ。よーく考えたんだけどレモン水がいいなら、レモンサワーもいいんじゃないか？なるほどね。マリサにしては面白い疑問を思いついたじゃない。それじゃあ、今回は、今人気、レモンサワーってどうなの？お、解説していくわね。やったぜー。よろしく頼むぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そういえば、マリサは、レモンサワー、について、どんなイメージを持っているかしら？そうだな。爽やかで夏にぴったりで、それから昭和の居酒屋っていうイメージもあるな。うんうん、きっとそういうイメージを持っている人も少なくないと思うわ。そしてこの昭和の居酒屋イメージのある、レモンサワーが今ブームになっているのよ。そうだったのか？全然知らなかったぜ。どうしてブームになっているのかを説明する前にちょっとだけ、レモンサワーの歴史を紹介するわね。レモンサワーの歴史か。飲みの席で役に立ちそうだぜ。レモンサワーが生まれたのは戦後間もなくに中目黒にあった大衆居酒屋、ワンが、発祥の地だと言われているの。やっぱり発祥は昭和の居酒屋なんだな。イメージ通りだぜ。本当にそうよね。この頃の常連のお客さんたちは焼酎の炭酸割りを飲んでいたみたいね。これは今でいう焼酎ハイボールのような飲み物だったみたいだわ。へえ、今度私も焼酎炭酸割り作ってみようかな。そしてある時、この焼酎炭酸割りに、誰かがレモンを絞って入れたのよ。まさかそれがレモンサワーの発祥なのか？ええ、そういうことよ。その誰かめちゃくちゃ天才だな。本当にそうよね。そして、長い月日を経過して、今、レモンサワーがブームになっているの。その人気の理由を二つ紹介するわね。わかったぜ。まず一つ目は、レサワ女子、が誕生したということね。ん？レサワ女子？ええ、レモンサワーで乾杯をする女性のことよ。そんな言葉があるのか。初耳だな。実はレモンサワーブームの中心にいるのは20代から30代を中心とした女性なのよ。へえ、おじさんじゃなかったんだな。確かに昔は、おじさんが飲むお酒、だったからちょっと不思議な感じがするわよね。本当だな。でもどうして女性たちの間でレモンサワーがブームになっているんだ？その理由はレモンに含まれる成分とその効果にあるみたいだわ。レモン水の時にも紹介したけどレモンにはビタミン C やリモネン、クエン酸といった栄養素をたくさん含んでいるわよね。おう、確かに前の動画でも説明してたよな。ビタミン C の美肌効果、リモネンはリラックス効果、クエン酸は、疲労回復効果という効果がレモンサワーを飲むことによって得られるってわけね。うんうん、つまり美容に気を使う女性のニーズにマッチしたってことか。そうね、さらにビールやカクテルよりも低カロリーというところも、人気の一つみたいだわ。なるほどな。私もレサワ女子のように今度レモンサワーで乾杯したいぜ。二つ目は健康ブームのおかげということよ。ほうほう、確かに今健康志向を意識する人が増えているもんな。ええ、そんな健康ブームがレモンサワーの人気の追い風になっているみたいなのよ。どんなところが健康と言われているんだ？まず一般的なレモンサワーの材料として使われる高類焼酎は、糖質ゼロ、プリン体ゼロよね。さらに炭酸、レモンといった材料も基本的にカロリーがないのよ。言われてみればビールを飲むより太りにくいんだな。そういうこと。この太りにくいということも、ブームの追い風になっている理由ね。美味しくて太りにくい。これは人気になる理由がわかるな。ちなみにレモン水みたいに飲み方とかで効果が違ったりするのか？そうね。それじゃあ、マリサのために。次は、レモンサワーの太りにくい飲み方や頼み方、を解説しようかしら。そんな方法があるのか？早く教えてくれ。それじゃあ、まず一つ目、高カロリーなおつまみを避ける、ということよ。なるほど。確かに高カロリーってダイエットの敵だよな。そうね、せっかくレモンサワーでカロリーを抑えているのに、高カロリーのおつまみを頼んでしまうとヘルシーさが失われてしまうわよね。ちなみにどんなおつまみがおすすめなんだ？キムチなど漬物系ならカロリーが低めでカロリーを抑えるダイエットをしてる人にいいわね。もし糖質制限をしているならカロリーは高いけど糖質が少ないチーズがおすすめだわ。へえ、意外と味濃いめのものが食べられるんだな。いいこと聞いたぜ。二つ目は、レモンサワーと同量の水を飲む、ということよ。実はお酒を飲みすぎると太ると言われる理由はカロリーのせいだけではないのよ。え？カロリー以外に太る理由なんてあるのか？実はアルコールにも原因があるの。アルコールを摂取すると肝臓で、脂肪よりアルコールの分解が優先されてしまうのよね。ほうほう。なるほどな。だから中性脂肪が増えて血液がドロドロになってしまい、その影響で代謝も下がってしまうってわけね。完全に負のスパイラルじゃないか。ええ、本当にそうよね。そういえばマリサはアルコールを、分解するのに水分が必要になってくるって知っていたかしら？全然知らなかったぜ。
というかお酒が水分になるんじゃないのか？それは違うわよ。アルコールには利尿作用もあってお酒だけ飲み続けていると、最悪の場合脱水症状に陥ることもあるから注意が必要ね。なるほど。私も気をつけなきゃダメだな。同量の水を飲むことで満腹感も得られるし無理なくレモンサワーの飲む量を減らすこともできる。水分を取ることで一石二鳥なのよ。よし、私も水分を摂取することを試してみるぜ。三つ目は、乳製品を摂取しておく、ということよ。それってホストが働く前に牛乳飲む理由と一緒か？まあ、そうね。じゃあ、マリサはどうして、お酒を飲む前に乳製品を取るといいのか知っているのかしら？もちろんだぜ、牛乳を飲むと酔わなくなるからだろ。知っているのに驚きだわ。実は乳製品を摂取すると胃に膜を張ってアルコールの吸収率を抑えてくれる効果があるのよ。へえ、どうして酔わなくなるかまでは知らなかったぜ。そんな理由があったんだな。ってことは太る原因のアルコールも対処できるんだな。そういうことね。これで毎日レモンサワーを飲んでも大丈夫そうだな。ちょっと待って、マリサ。ん？なんだ？いろいろと解説してきたけど正直レモンサワーを毎日飲むのは、おすすめできないわ。え、そうなのか？だってレモンサワーはお酒なのよ。いくらカロリーが少ないからといって、ダイエット中にアルコール摂取はあまり良いとは言えないわね。そうだよな。ストレスが溜まってたまに飲んだりダイエット中に、飲み会があったりする時だけにした方がいいってことか。その通りね。そして休肝日をきちんと取ることやおつまみに気をつける、ということも忘れないでね。わかったぜ。それじゃあ、今回はここまで。レモンサワーについて知っていることがあったらぜひコメントしてほしいぜ。レモンサワーで乾杯するという人はチャンネル登録お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。